お疲れ様スロットです。今日はこちら高回転ジャイプレインスやっていきます。さあジャイデッキなんですけども、まあ1、2コスがね、はい、結構たくさん入ってる、デッキを今日やっていきます。まあプリンスがね、まだまだ強いです。はい、ジャイプリンス、ゴブジャイプリンス、まああとなんだろう、なんかいたな何だったっけまあ枯渇のプリンスだとか、まあなんかね、ゴーレムに入ってたりとか、まあプリンスがね、はい、強いんでペックにも入ったりしてるかな。単純にその高回転でプリンス出せればいいでしょう。デッキです。はい、いきます、よろしく。でなんかまあ呪文もなんかなんかちょっと強そうなね。はい、レイジボイドです。でまあ今回の相手はスパーキーかな。よいしょ。まあなんかちゃっちゃジャイプリンス組んでボイド打っちゃいたいってとこはあるんですけど、お、ディガーや、なんでやねん。正直これにジャイ行くだけでも強そうではある。あ、いや待ってもいいか。あーで、このデッキガゴムレだけちょっとめんどくて、実はお散歩させてくれないタイプね。生まれろ。いや、これほぼ確でスパーキーだと思うんですけど、対スパーキーだけどうしようかな。まあ、ボイドでスパーキーを壊せれたらいいんですけど。え？迫撃よ。もう一丁じゃ。なんかスパーキー使いのイメージがあったんですけど、まあ、なんかもう、形組んで、なんでやねん。呪文打つだけが理想。壊れろ。ああ、まず。マジでまずすぎる、これ。いやさっき言ってよそんないっぱいあんなら先言ってよって話なんですが、やばすぎる。どんなデッキやねん。いやでも許されはしたか。さあゴブスパの迫撃入りという、そしてディガーも入ってる謎デッキが来たな。いやーこれ戦いづらいっすね、正直。なんかまあ意外とチンパンでいっても良さそう なんかフェニックスが最強だと思ってんだ俺。あとはプリンス、はいよしドチンパンでいこうぜ。でジャイフェニックス組んだらもう強そうで割る。いやーこれねむずいな。え強くね。で、はいはい。でまあレイジ落としたいな。おい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 、でもう一回ジャイ、おいおいおいガゴムレボイドで飛ぶんか知らんけどレイジも打って、おい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 ボイドで迫撃、おい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 っつってもう始まりからジャイフェニックスするだけデッキです。これはボイドレイジで緊急回避しちゃってね。わあいいやん、ボイドレイジちょっと便利だな。でこんなのもいっちゃうもう何も考えてないです。はい、迫撃とか置いてきな。よしよし。いやフェニックス強いんでね、多分間違ってはない。まあボイド打ってもいいしな、打たなくてもいいな、打っちゃうけど俺打っちゃうんですけど。でも相手さ呪文がザップだけとかなんで、進化助が強っいやマジ何がどうなってんのかわかんねえが刺さってはいるはい
こういうデッキです。高回転ジャイプリンス、まあジャイフェニックスでも良きかな。で、あとは後ろに、まあ、ボンバー添えるなり、ボイドつなり、レイジューつなり、エレスピ添えるなり、なんかまあジャイフェニックスかジャイプリンス組んで、あと1、2コスね、適当に打っとけば。気づいたら破壊してるわ。プリンスとフェニックスがある程度の火力あるんで、まあ、正直そこだけでやっていける。プリンスフェニックスね、ふざけんな。プリンスフェニックス出して、まあ、あとね、小物系は呪文で補う。いや、初手ピッカーの時点でもうなんかね、最悪だよな。正直最悪を物語っている。やべえ、このフェニックス無敵状態いる。あ、でもなんかワンチャン、いえ、惜しい。ドチンパンすぎるよペッカ。俺がこのデッキ使ってて言うのはあれかもしんねえすけど。てめえドチンパンだな、おい。いや、マジやだ。ダイナマイトゴブリ、いや、まあボイドかな。ボイドザップっぽい。マジ嫌いだな、そのすぐペッカね、ケツから出す感じ。まあ言ってもよかったけど、冷静になってもよかったり、進化ボンゲーだと思うんでね。まあギリ許されました。これもさ、走りまくってええか。知らんけど、ふざけんなや、強すぎんだろ。はい、あー、あ、ヤナメは待って、ボイドじゃねえよ今回の相手、珍しくね。金庫落ちんなよ。よし、からの左ジャイプリンスあります。フェニックスでもか。適当にレイジ打って、頑張れボンバー、頑張れ。いや、いい、ダメージ勝ってます。これで、よっ、これさ絶対きついぞ。本命こっちでした。こんにちはで延命しちゃってね。こんなんだってピック出した後やん。ジャイレージいけ、殴れ殴れ殴れ。はい、ペッカもボコします。よし、ノーキンジャイやっとすぎるかな。まあちなみにこのデッキはね、まあその海外プロのね、ルーベンっていう選手が考えたデッキではあります。はい、まあ、ルーベンファンの方はぜひジャイチンパンに染まってみてはいかがでしょうか。まあ、一度世界チャンピオンになってましたね。好きやな、これ。これでもう行くだけ強そうだけどな。
珍しくね。ランバル。コウモリ。いや、コウモリはこんかったけどさ。走るよ。うわー、マスケか。マスケ解けねえな。延命されたらヒースピね。おー、いやマジでランバー悪いんや。珍しくね。まあ対空フェニーだけだけど、一応ボイドがあるんで、そこで頑張れたらいいなみたいなとこあるよね。頑張れんのか。まあ形組んで、あとはお祈りか。高回転ナイトマスケ、この辺強いな。うまい、それ今のやばくね。なんとなく左にしちゃう。めっちゃ警戒されてそうだったから。で、本命は実は右みたいな。無理かな。これだけで強い。ジャイプリ。ジャイプリ強くね。負け筋はワンパンバルーンではあるが、ボイドも強かったり、一発そこの延命強えな。これジャイからのさ、あてか、あ、プリンスがボンバーで。いや待って、めっちゃ強いか。なんだこれ。え、ジャイプリするだけでいいぞ。え、とりあえずちょっと回すか。進化ボンもね、地味にいい味出してんだよな、マジ地味に。進化スキはなんかね、別になくてもいい感すげえあるけど、いやこれね、守るプランと攻めるプランがあって、今俺攻めようかなって思っちゃったんですけど、やっぱ守ろうかなみたいな思っちゃったんですけど、ボンバー持ってないし、ないし、あ、最悪、終わった。なんか相手も同じようなできたな。まさかの。ね、え、ま、一緒すぎん。やべえ、中途半端なことしたか。いや、守れてんのかな、あれ。本気で守ったら。ジャイがゴーレムになったバージョンだ、相手。いや、強いんだろうな、もうプリンスフェニックスの組み合わせがね。いや、普通になんかジャイプルフェニックス組んだら相手泣きそうだもんな。そんなことねえかな。いや、これフェニックス落とせたらさ、マジ強いんだよ。いやー、まあまあまあ綺麗な体ではあるか。やべえ、1倍タイム俺の方が強そうだったな。なんかあんま相手のことも考えずさ、ジャイプリフェニックスっつって形組んだら勝てそうじゃね。
まあ守れるかどうかは知らんけど。生まれなきゃまずい。うっ、えあるぞこれ。もう真ん中じゃいてよくね、レジュってさ。LSP 盾となれ。うわい、やっ、もう脳筋マジでチンパンすぎる。皆さん、時代は高回転ジャイプリンスかもしれない。いやもう形組んじゃうかな。辛くね。なんかね、ああ、いやーこれペッカプランもちょっとあんな相手。まあそんな知らねえんだよ、ボコスの火力で。ああいや両方ミリはまずい。あ、しれおい。2000ダメゲッチュ、サルゲッチュ。あー狂っちゃったよ、かわいそう。狂っちゃったよね。だってこれロイシェイか、あミカンさんロイか、かわいそうだね。ねえかわいそう。もうなんかね、自分の敗北をスタンプでしかごまかせなくなっちゃってる。かわいそうだね。なんもないのにトリトンも出しちゃって。ああ、ああゲーム。そんなね、こんないでよ。でトリトン抑えたやん、テロダークできないからね、かわいそうに狂っちゃって。ほんとにそんなスタンプでごまかしてもうまくなんねえぞ。はい、ああ一番おもろいかんな、こういうやつが。ああ、ああ、俺、なんもしてないかんな、初手ジャイプリ組んで、ボイドリンジ打っただけだから。かわいそう。俺は誰も傷つけたくないんだ。平和がいいんだ、つって。やべ、ずれた。やべ、ミスった。はい、グッドゲーム。いやマジでイカれてるかもな、このデッキ。簡単だわ、簡単に。杖初手じゃいしてもいいぐらい。あー、いやネクロとかはねちょっとやだな。てかなんならネクロスキラ来ると思うんだよこれ、ジャイからのスキラみたいな。全無視ぶっぱもちょっとある。ちょ、マジ、ほんとに。チンパンじゃねえから。いや、キングを俺の方がね、削りたいんですけど。不可能ですかね。よし、あー、いやーこれさー、フェニー行くか悩むな。行っちゃおう、ボンまで行っちゃう。
いやラーメン良すぎだろ。さあジャイスケラーだと思います。いやもう頭回ってなさすぎてさこんな一時交換したけど、どうやろな、どうやろな。ネクロ、ネクロなんてカードいんのか。2秒で打ちたい。まあ血じゃいか。今スケラ来たらボンバーで耐えたい。キングに来るか。ネクロ邪魔だな。これはナメプなのかミスなのか、絶妙に際どい。 ネクロ邪魔すぎる。ネクロなのか後ろの芝スケラなのか分からんけど、なんかめっちゃ湧いてくるんやけど。ちょっと熱いか。穴に良すぎんな、さっきから。いやー、でも何時勝ってるよ。進化助のおかげか。進化助貯めとこうや。ボンバーちょっと熱いな。でもあれこれさ、バレてないよな。よし、作戦成功で、フェニックス最強モード突入。進化スケオン貯める。これ熱いんだよね、レイジュって。ネクロをしばいて。おい、えマジで強いんだけど。どうしようこれ、やみつきになりそうな。ボイドレイジのさ、万能さがやばいな。何でもいけちゃう。ダガーや。ダガーとかにもジャイ刺さるくね。まあ一旦適当に回しまして。まあコカちゃんとかが、まあ一番めんどいぐらいなのかな。こんなもん、ね、行っちゃって。いやガールボイドで縛いたらさ、相手ダガーだったから結構入ったな。うわっ、やっとけよかった。でここで低コストで守って、もう一回ジャイ。いや意味ねえか。いや、ケツジャイ強そう。枯渇にも勝てたら、無敵みたいなとこある。アウトロイドな。ロケットがないっすね。まあ、ボイドの使い方が重要みたいになってきそうだけど。あいつ邪魔だし。マジ。インチキボンバー。普通うまいな。まあユニットはいっぱいいるんで、相手ね、難しいな。まあボンバー結構重要な気すんねこれ。強あんた。ケツジャイ端前。いや悩む、まあ、何でもいいか。一
ってから考えよう。もうこれで、はい。マジこんぐらいが強いんじゃない？マジで。すげえ。相手めっちゃコスト使ってくれるよ。いやでもマジ、ジャイプルフェニックス組んでから考えた方がいいかもな。なんでやねん。じゃあ進化バレル相手が持っててもおかしくない、一旦ビビリボイドしとくか。アウトローまずかったり、いやめちゃんこいい防衛しちゃったり、いやー単純にもうジャイだけでさ、ダガーだから、許容も覚えちゃったり、こっちで削っちゃったり、適当にレイジ打って走れ、おい枯渇にも勝てちゃいます。強すぎんだろこのデッキ。デッキパワーもりもり、進化貯めます。この初手にボンバースキャを避けんのですら強えわ正直。フェニ、まあロイ、まあ同じようなデッキもあるか。今んとこ一緒っすけど、いやマジでさ、これのミラーって世界一つまんなそう。マジでミラーになるんやな。でも落ちた、タワー相手のタワーは落ちた、俺のタワーは残ってる。待って、下手すぎ。このためちょっとでかいけどな。キングを削った。レイジアンの杖の。ボイドもあるし。まず。音がカツンの音がもう狂いすぎて勝てそうか。いやこれどうすれば勝てんだ。いや分からんが、まあ形組むか。進化スケにレイジ使いたいな、ボイドも使いたいな、フェニーに。進化スケはバグったら負けます。お互い守れなさすぎるだろ。え、は？は？いやもうなんか殴り合いすぎて、あこのデッキの弱点はこのデッキでしたか。意味わかんなすぎんだろ、今の左が突破されんのよ。終わったー。
ていうね、最後に気づけました。このデッキの弱点はこれ。最悪や。あんな一枚ポケットおったのに左おられるか。ジャイプリにレイジを打たれただけだもんな。まあでもそれが最強でした。はい、さあというわけで、ジャイプリレイジね、はい、打つだけ打ってください。打ったら気づいたら相手か自分のターン折れてます。はい、ジジ。ということで、チャンネル登録、高評価もおっしゃってた。おっしゃってたのに。